かしこまりました。人生の時間の多くを研究に当ててきた。神の摂理学ぶためにあらゆる本を読んだ。今悟った答えのない回り道だと。神よ、我が理性は壁に突き当たり、目の前の事実さえも理解できない。神よ、人間の才能は科学の力で明かせるのか。音楽の魔術に神の摂理が敗北するはずはない。レオポルド・モーツァルトが参りました。ウィーンへ行きたいのか。お許しをいただくなら陛下、何年も息子に会っておりませんもので。彼をザルツブルクへ連れて戻るのだ。私は恩赦を与えよう。恩赦では、息子をお許しくださるのですか。再び私に仕え、新しい曲を書くのだ、私のために。はあ、この上なき光栄に存じます。しかし愚息にはそのようなお慈悲は値いたしません。確かに過分の処遇だ。あんなたわけ者、呼び戻して何の得がございましょう。だが音楽の才能はある。なれば陛下に新たなる奇跡の子を連れてまいりましょう。誰だ。私の娘、ナンネールの長男レオポルトです。お前の孫か。息子同様、私の血を分けております。下がってよい。私は天才を一人作り出しました。アルコ、いつでもまた作り出すことができます。陛下、人間は教育できる、猿でも調教できる。才能を見つけ出して育てることも可能だ。それでもなお作り出せない奇跡の子は。神よ、この私を笑い見下した。男が今完璧に進化を遂げた。なぜ許される。お神よ、あらゆる平地も及びはしない。音楽の魔術に神の摂理が敗北認めるのか。なぜ叶わないのか。神の摂理も及ばぬ。私を惑わす無礼で傲慢うぬぼれ、愚かな男が作り出す